ダイエッターには恐怖の年末年始でも、せっかくのご馳走や家族との大切な時間、思いっきり楽しみたいですよね。はい、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。年末年始がやってきますね。やっと最近痩せてきたのに、結局この時期になってリバウンド、新年早々落ち込むなんてことを繰り返しているあなた、大丈夫です。これをするとお正月太りを防ぐことができます。そこで今回は、今年こそはしない正月太りということで、年末年始にやること5選お伝えします。実際に私も、そして私のクライアントの方もこの方法を取り入れていることで、年末年始に正月太り防ぐことができています。ぜひ最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて、根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康で綺麗な女性を増やしていきたいって思いで配信しています。ぜひチャンネル登録していただいてお役立てくださいね。では早速、正月太り対策、年末年始にやること5選いきましょう。まず1つ目はこちらです。食べる順番です。ポイントは、今からお伝えする食べる順番を守ること。その理由は、脂肪の蓄積を抑えることができるから。では具体的に、どのような順番で食べると脂肪の蓄積を抑えることができるのでしょうか。まず最初に、1、味噌汁やスープなどの汁物やサラダなどの野菜類をしっかりと食べ終わってから、次にメインのおかず、タンパク質ですね、お肉だったりお魚、大豆製品、乳製品、こういったものをしっかり食べ終わってから、ラスト3つ目、最後の最後に、太る原因、糖質たっぷりの炭水化物、お米やパンだったり麺類ですね、こういったのを食べる、この順番を守ると脂肪の蓄積を防ぐことができるんです。この順番で召し上がっていただくと、同じものを食べているのにもかかわらず、あなたは血糖値の急上昇を抑えることができますから、その間脂肪を溜め込みにくくすることができるんです。しかもここまで来たら、ほぼほぼ食べていますから、お腹がもう満たされていますよね。締めのこういったお米、まあ、雑炊だったり麺類ですよね、こういった炭水化物を食べる量も減らしやすくなりますから、一石二鳥。なので、この食べる順番を守って食べるということが大事。では2つ目はこちら、タンパク質です。痩せるポイントは、このタンパク質をしっかり摂ること。その理由は、タンパク質一定量を摂らない限り、あなたの食欲は暴走したままノンストップなんですね。なので、痩せたいからといってお野菜ばっかり食べている方いらっしゃると思うんですが、それは NG です。逆にタンパク質不足でどんどん太ってしまいます。例えば、どんなタンパク質ということで、やはり動物性、お肉だったりお魚だったり、そしてまた植物性、大豆製品ですね、こういった両方のタンパク質をバランスよく摂っていくのがとっても大事。そうですね、この時期でしたら、湯豆腐のお鍋だったり、年末年始でしたらすき焼きとかね、オードブルでしたらローストビーフとか、いろいろありますよね。そういったものをバランスよく食べること、そして食べる量は、毎食この手のひらに収まる程度の量を召し上がると十分摂取できます。なので、ポイントは、動物性、植物性のタンパク質をバランスよくしっかりと毎食食べること。3つ目はこちら、体を温めることになります。痩せるポイントは、体を温めるイコール体温を上げることなんですね。その理由は、体温が上がると代謝がアップするから。例えば、白砂糖たっぷりのケーキ、アイスクリーム、要はデザート類ですね。また生もの、例えば生のフルーツだったりお刺身ですね。そして冷たい飲み物、そうですね、この時期ビールだったりチューハイだったり、そういったものは全てあなたの体を冷やします。そうすると代謝が下がって太ってしまうんですね。でも、特に年末年始って、そういったものをたくさん食べる機会増えますよね。そこで、冷たい体を冷やすものを食べてしまった後は、すぐにこの白湯を飲んで体を温めていただいて、リセットしていきましょう。白湯に純リンゴ酢を入れたリンゴ酢白湯なんかもおすすめです。体温がたっ
った1度上がるだけで、運動しなかったとしてもあなたの基礎代謝はなんと12%から13%も代謝がアップするんです。なので体を冷やす食べ物飲み物を体に入れた後は即体を温めるために白湯を飲みましょう。4つ目はこちら、内臓を休ませるということで、痩せるポイントはとにかく働きすぎているこの内臓たちを休ませてあげてねっていうことです。その理由はこちら、内臓が休まると代謝が上がるからです。ではどうやって内臓を休ませてあげるのということで、こちら、空腹時間を意図的に作ってあげましょうということです。おすすめは16時間ダイエット。例えば夜遅くまで食べ過ぎだなっていう翌朝、ちょっとゆっくり寝ましょう。そうすると朝起きてもう何も食べない、そこで胃腸を休ませてあげることです。食べ過ぎた後できれば48時間以内にとにかく一食抜いてあげて、内臓をお休みさせてあげる。こうして内臓を休ませてあげることで、体内酵素を全部食べ物を消化する方に使わず、代謝の方に使うことができます。なので内臓を休ませることがとっても大事。内臓だってね、私働きすぎです、長期休暇くださいって言ってます。では5つ目はこちら、睡眠時間ということで、痩せるポイントは睡眠時間をしっかりとること。だいたい7時間ぐらいは欲しいところ。その理由は、寝ることで痩せホルモンを作ることができるから。例えばしっかり睡眠時間確保することができると、難しい、例えば良い睡眠をとると、食欲を抑えてくれる効果があるレプチンというホルモンをしっかり出すことができます。なのであなたの食欲を抑えることができるんですね。逆に睡眠不足になっていくと、食欲が止まらないっていうグレリンというホルモンがどんどん出てしまうんです。また睡眠中に多く分泌される成長ホルモンは、あなたが寝ている間にどんどん脂肪細胞を分解してくれる、もうありがたい存在。寝るだけで痩せるホルモンがどんどん出てくれたら、これはいいですよね。ですからしっかりと睡眠時間7時間は確保したいところです。ここまで動画を見てくださったあなたはもう大丈夫。年末年始楽しく過ごしましょうね。腸活ダイエット整体師として、これまで1万人以上の方の心と体のケアをした経験から、根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができる腸活ダイエットの無料の動画4本をプレゼント中です。本来のなりたい姿に戻りたいなっていう方は、この動画説明欄のところにリンク貼っています。 LINE 登録をしてぜひ受け取ってください。今回の大事なポイントまとめです。今お伝えした5選、全部できなくても OK、 まずは1つだけでも OK です。そして大事なのは、とりあえずやってみること。動き出すと脳にスイッチが入ります。ぜひ取り組んでみてくださいね。今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際にやってみてこうなりましたっていうコメントいただけるととっても嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。同じ食べる量でも小さめのお皿を使うと、脳が見た目で量が多いぞと思って満足感アップします。なので食べ過ぎ防止につながります。また食器をブルー系選ぶと食欲が落ちると言われています。ぜひぜひ。